はい、どうも、ネクロスです。さあ、今回も、時のお金にやっていきましょう。前回、B ボタンの空き瓶を、ないがしらにしてしまったネクロスなんですが、まあ、B ボタンの空き瓶で何したかったかっていうと、特にないんよね。空き瓶増やして、あれがしたかった。ちょっと魔法の豆使って、RBA して、空き瓶作ったら面白いことになるんやけど、まあ、それはまあ、後々子供で、またニューゲームプラスの、線でも B ボタン空き瓶にできるんで、クイックドロー使って。というわけで、デクの盾を購入しましょう。これで、剣装備する？剣装備してもいいけど、剣ない方がかっこいいから、まあ、このままで行こうか。そしたら前回サリアの歌覚えたところなんで、ダールニアさんのところ行って、ゴロンの腕はもうもらってるな。じゃあ、ゴロンシティに戻って爆弾使ってドドンゴの洞窟入りましょう。そしたら、この爆弾投げて、ほい。これ上に乗って OK。これで上に乗ってハートのかけら取るか。前回言った通りハートはマックスまでしたいんで。と言っても、この、ムジュラの画面 3D には、ハートのかけら無限増殖できるんで。まあ、時のオカリナ64と違って、ガチで無限に増殖できるっていうバグあるんで、まあ、それ使えばいいんやけど、それ使ったら思んないから、まあ、普通にちょこちょこ回収していく？そしたら、持って、真ん中に置いて、アタックせずにある程度遠回りして、ジャンプ切り。これでぴったり爆発と同時にエリア移動することによって、ドドンゴの洞窟のムービースキップがなんでできてないんや！お前爆弾爆発したやろ！あーもうスキップ失敗したし。というわけでドドンゴの洞窟やっていくんですけど、まあ、前回言った通り、ダンジョンはすべて、大人で攻略するんで、今回は爆弾だけ取って、とっとと退散します。で、ここのダンジョンも、バグ使って攻略してみ、攻略していきます。今の神用はすごいな。そしたら、ここの爆弾使って、ここの奥側の扉じゃなくて壁を破壊して、この奥からぐるるっと回ってきて、奥のあるスイッチを押すんですけど、もうこんなね、こんなもうちょっと登れそうな段差にした任天堂が悪い。ここで盾を使います。なんでさっき購入した。で、テクノボをしまって、これ結構難しいんで失敗するかもしれないけど。こんな感じに上に飛べると、もうこんな低い段差にした任天堂が悪いわ。というわけで奥行ってみましょう。乗れよ。で、さっき開いた扉がここなんで、ここ入って、で、ここもね、なんかうまいこと爆弾使えば、素早くこれどんどんどんってできるんですけど、ちょっと自分練習したことないんで、もう普通にやります。普通にやる場合は、ここの壁に注目して、角度まっすぐ合わして、乗っとく。あとは、ムービー終わった後に、バック中6回すればいい感じ。これみんなバック中で登ったんちゃうかな？これ大好き。1,2,3,4,5,6 登ったら、こっちにジャンプ。で、ここに、ルピー、20ルピーあるんで回収しましょう。お金、20ルピーとか後で使います。そしたら、この奥に行って、こっからね、盾が燃やされるだいぶ嫌なんですけど、盾を燃やされないように。で、ここもね、うまいことね、立ち位置合わせるとね、上登れて、バック中横飛び。おえい、完璧。よく行って、これ本来なんかアモスの像なんかのかすんですけど、そんなことせんでいいと。で、こっちは盾。これでキースに盾燃やされるとクソ。もうだから言ったろお前キース盾燃やす。そしたらここ飛んで、ナビが話しかけてくるんで、バック中でそのいた。バック中で話しかけてくる、範囲をスキップすると、ナビから話しかけられることはなくなると。そしたらここの爆弾使って奥に投げて、これ64番と近いとこの上乗ってくれるんでね。タイミングを見計らって投げる必要はないと。で、奥行きましょう。で、ここなんですけど、ここパチンコ使ってやるんですけど、で、自分ちょっとパチンコ持ってないんでこれ、無理やり突破します。で、これ、どうすんのって思ったそこの人。これね、なんとね、ここ登れるんですよね。ちょ、これ、もう炎を円形にした任天堂が悪い。
こんな感じにゴリ押しで突破できると。まあ、これはまだ、初級初級。この後もっと難しいところ出てくるんですけど、まあ、それは、後々。で、ここで、スタルホスじゃなくてリザロスと戦うんですけど、まあ、コキルの剣あるからコキルの剣使ってもいいんですけど、デクノボーであります。で、デクノボーの場合は間近で当てると、2ヒットしてくれて、デクノボーを持った状態になって、これ、折れたデクノボーを持ってるのわかる？ほら。ちょっとリーチ短い折れたデクノボーを持ってるんですけど、これを使うことによって、まあ、デクノボーっていうのは威力高いんで。って言っても3D だと、大概のキャラがデクノボーに耐性を持ってしまっているので、あんまり強くはないんやけど。で、最後のやつはなんか HP 高いんで、通常切りとジャンプ切りなんですけど、あいよー、これ終わり。そしたらこの奥行きましょう。すると、またもや、さっきと同じ、あ、ちょ、降りちゃった。またもやさっきと同じような仕掛けあって、しかも今度は二つもあるっていう。でもこれも、強引に突破することができる。ここもね、超ジャンプしたら登れる。うまいこと立ち位置合わせる。ESS ターンする。おいよ！するとこっちに登れる。で、またこっち。またこれ当たるくない？当たらんかったわ。乗る。ここも立ち位置合わせるんやけど、ここが最後のここのジャンプが一番難しいよ。右行きすぎたら炎当たるし、左行きすぎたら左側に落ちちゃうから、うまいこと位置調整&角度調整を行わないといけなくて結構難しいんですけど、一発で成功させていく。これで、ここの炎を無理やり突破することができると。そして、なんとこの奥にあるのは、当然みんな大好き、爆弾ですね。ようこしょ。爆弾取ったらもう帰ります。ごまだれー！ボム袋。やったぜ。で、まあそのまま帰ってもいいんですけど、まあ、後々大人で来るとき用にスイッチ起動さしといて、あとは、あれか、あそこの、あれも起動させるか。口開けるか、このドドンコの骸骨に、目玉に爆弾入れて。まあもしここでキースに、盾燃やされとったとしても、この奥で盾ゲットできるんで、まあ別にあんだけ盾燃やされてもよかったな。けどなんか腹立つようなキースに盾燃やされんの。てかあれ、一発チョンって当たっただけで盾燃えるってやばないあれ。もうゼルダの圧倒的最強キャラやわ。そしたらここに、デクの盾、あんまり使わん。一応ヘス用に使うかな。とか言いながらヘスは自分下手くそでできないんですけど。そうしたら、ちょっとハートやばいんで、これハート回復しよう。この石からもね、ハートが減ってたらハート3つ隠れて出るんで、これハートマックスだったら1ルピーが3つ出るんですけど、そしたらあとは一番頂上に向かって、大妖精から魔力もらいましょう。魔力もらうというより回転切りもらうのが正式な感じかな。そしたらここも爆弾ピーって投げて、乗って爆弾出して、タミヤがくっぽいすると、ちょ、早かった。完璧。で、乗って、20ルーピー回収。これで合計40ルーピー。あとは城下町の20ルーピーとかも回収するんやけど。ここはフォワードエクステンデッドスーパースライド。なんか速度遅ないか？ねえ、これ速度遅いよな。もう一回。たまにこれ速度遅なるよね。ヘスもそうやけど。下手くそかも。下手くそか。なんかいじめら、ちょ、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ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 。ちょ、冗談の時で死ぬ。待って、スタルホスに死ぬとか、そんなおもんないことしないぞ。オッケー。スタルホス？オッケーオッケーオッケー。一応、スタルウォールやけど、名前は。そしたら爆弾出して、ぽいよ。オッケー。大妖精に会いに行ったら、ハート全回復するんで、ギリギリ間に合ったな。よかったよかった。というわけで、回転切りゲット。回転切りというより、こいつに話しかけないと、てかこいつに話しかけるとか、こいつのイベントこなさないと、フロールの数ゲットできないんで、魔力がないから。
なんで、先にこいつに会いに来た。正直回転切りはあんまり使わないというわけで、フロールの風取りに行きましょう。この場合はこいつ使った方が、あれかな、早いんかな、時間的に。こいつかかりこ村に、あ、連れて行ってもらえるし、しかもあるやん。ハートのかけらも取れるやん。これインパさんの、屋敷の上に送ってもらえるんで、怖い。飛び降りそうで怖い。よし。このままこっち入って、ハートのかけら回収しよう。ラッキー。ハートのかけら二つ目。ここもあれか、フェスで移動するか。今度は成功しろよ。ちょーほほほーん。完璧完璧。いや、早いね。でもデクの盾持ってんやったらヘスしろよって言うかもしれんけど、ヘスはむずい。あっと、右に移動しようもたら。この ESS の保持ってのほんまむずいよな。よし。で、この奥は爆弾がないといけないんで。一応行く方法もあるけど、爆弾なしで。いろいろめんどくさい。ナビーダイブとか必要で。もう剣は装備するか。この後プッターウェイブースト使う予定なんで剣装備しよう。もう盾も装備しとこ。久しぶりに見るわ、この盾とか剣持った姿。なんだ？あ、魔力ね。オッケー。そしたら、あ、ジュルピー足らんな。こいつから、魔法の豆もらいましょう。この魔法の豆が結構重要。あと、ジュルピー足らんな。今にジュルピーやもんな。じゃあ、魔法の豆ここに植えておきましょうか。ほいよ。届かん。そしたら、ゾーラの里。この BGM いいよね。じゃあ、まあ、フェスで移動するんやけど、ESS！ この奥のキングゾーラを後々のためにのかさないといけなくて、まあ、当然のかさんでも壁貫通すればいい話なんですけど、一応キングゾーラをのかすことがあった方が、てか、のかした方がなんかいいんで、とりあえずのかすか普通にやって。これ、乱数、乱数。うわ、最悪や、全部散らばってるわ、これ。過去最高だ。2回潜るだけでクリアできたりしたんですけど、これ多分全部潜らなあかんのちゃうかな。というわけで、うんこ乱数でした。というわけで、銀の鱗。じゃあ、銀の鱗使って、ハイリアご飯に行きましょう。ハイリアご飯で何しよっかなー。あ、そっか、ここで魔法の豆使って、植えなあかんのか。そっかそっか。そしたら、キビン。爆弾欲しいよ。爆弾欲しいよ。妖精出てきた。妖精は別にいらんわ。あ、爆弾ラッキー。妖精回収。空き瓶なんか入れたらね、この後デスホールロングワープしようと思ってるから、その時邪魔してくるしな。爆弾爆弾。このゲームは本当に爆弾がないと何もできんゲームやから。やった、爆弾や。そしたらあそこに魔法の前も植えましょう。ここで魔法の前先に植えておくことによって、大人ですぐに、釣り堀に行くことができると。まあ、釣り堀っていうのはただ単なるミニゲームのゲームなんですけど、ミニゲームのゲームってなんや？まあ、ミニゲームなんですけど、それを悪用します。一応なんか、カカシの歌を覚えたらできるらしいけど、どっちでもいいや。そしたら空き瓶に、魚入れとこう。別にジャバジャバ様の腹の中はいかんけど、とりあえず念のため、捕まえとくわ。そしたらこのジャブジャブ様に手紙を見せて、そこに置いてもらいます。これで26ウニウニが入ります。ここのゾーラの、キングゾーラがの国は26回ウニウニするんですよ。このウニっていうのを26回やると移動できる。確か40秒ぐらいかかる。あー、ツイッター見てたら終わったわ。オッケー。え？あー、びっくりした。で、ここでね、こいつ残しておかないと、そのまま大人になったらこいつ邪魔してるし、まあ、それも壁貫通できて、壁貫通してもその後水の神殿クリアすると、まあ、あいつ一生あそこのまんま鎮座してるんで、とりあえず残しました。一応ま、残さんでもこっから、うまいこと角度をね、こんな感じに調整して、こんな感じで壁抜けて、そのまま泳いでいって、ちょ、落ちた？このまま下を泳いでいけば、キングゾーラをスキップすることができると。そしたらここもフェスで移動するんですけど、ESS がほんまうまいこといかんな。
うまいこと言ったんちゃう？で、右に切り替えて、おーい。で、この奥に、フローの風くれる大妖精いるんで、フローの風もらいましょう。本作の、時岡 3D のぶっ壊れアイテム。フローの風ゲット。このフローの風を使って、まあ、ワープするんですけど。まあ、そのワープの方法が普通のワープではないと。というわけで今回はこの辺にしよっかな。なんだかんだ録画時間30分いったりするな。じゃあ次回は大人になりましょう。